地図巡国七死廟は、愛知県西尾市東は津町の三金山にある廟。東京裁判判決に従い死刑を執行された7名の軍人、政治家を祀っている。高さ5メートルほどの石碑で純国七死と彫られており、作られた当時の首相、岸信介の記号である。7人の遺骨は、実際に、遺跡の元に埋まっているとされている。 三文字昌平は1952年のサンフランシスコ平和条約締結と同時2秒の建設運動を開始した。1958年4月28日、東京の日比谷で開かれた極東国際軍事裁判弁護団解散記念会で、母被建設が正式に発表された。公表後、地元の片野原町役場には、明るく楽しい観光地に置くとは何事だ。 平和な三河山頂に暗い恥ずかしい思い出につながる記念碑を建てるのは許すことはできないなどといった当初が殺到し、アメリカ国務省も懸念を表明したが、はずまち川の一躍有名になれば観光価値から言っても上々だという意見もあり、1960年8月16日に午前祭が実現した、有料道路三金山スカイライン内にある公共交通機関はないため、 自動車で行く場所である。ありがとうございます。